平成23年台風第12号は、2011年8月25日午前9時に発生した大型の台風である。この台風に起因する豪雨により、特に紀伊半島において被害が甚大であったため、豪雨による被害については、紀伊半島豪雨、紀伊半島大水害とも呼ばれる。進路図2011年8月25日にマリアナ諸島付近で発生した、 発生後徐々に発達しながら北上したが、亜熱帯高圧帯の気圧の尾根と太平洋高気圧によって、震度を失い、小笠原諸島近海で停滞。一度精神した後、勢力を保ちながら再びゆっくりと北上し、四国地方へ上陸。その後も、速度を速めることなくほぼ真北へと進路を取り、岡山県、鳥取県を縦断し日本海へと抜けた後、 温帯低気圧となった。温帯低気圧になった後、日本海上でも偏西風による方向転換はなく北海道の西岸沖に向かっていき、北海道南東の海上から近づく台風13号も影響して、伊達市で1日の降水量240.5ミリを記録するなど、東北、北海道に大雨を降らせた。なお、当初の予報では、 小笠原諸島からそのまま北上し、関東地方や東北地方の太平洋側を通過するものと見られていた。台風が大型で動きが遅かったため長時間にわたり、周辺の非常に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけての広い範囲で大雨となった。特に台風の中心から東側に位置した紀伊半島では総降水量が広い範囲で1000ミリメートルを超え、 奈良県上北山村にあるアメガスでは72時間雨量が1976年からの統計開始以来、国内の観測記録を大幅に上回る 1652.5mm、総降水量は 1808.5mm に達し、一部の地域では解析雨量が 2000mm を超えるなど、記録的な大雨となり、各地で甚大な被害をもたらした。 平成23年台風第12号による宮川川口部の変色一気航空写真。2011年9月7日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。8月30日17時から9月5日24時までの走行水量は、キー半島を中心に広い範囲で1000ミリを超え。 奈良県上北山村上北山での走行水量が1814.5ミリとなるなど、多いところでは、年降水量平年値の6割になった。全国で98人の死者、行方不明者が出た。これは、平成の台風被害としては、平成16年台風、第23号と、並び最悪のものである。他に、負傷者113人、住宅の全壊380棟、 半壊3159棟、一部破損466棟、床上浸水5499棟、床下浸水16592棟の被害が出た。和歌山県では災害関連死として6人が認められている。9月1日、台風の接近に伴う大雨の影響で関東と紀伊半島を中心に被害が発生し、埼玉県本庄市、 反応し、小川野町で土砂崩れが発生した。2日には、三重県名張市においても発生した。4日午前0時過ぎには、和歌山県田辺市福恵地区で土砂崩れが発生して住宅が全壊し、高校生ら5人が死亡した。土砂に飲み込まれた対岸の集落では10月1日現在、5人が死亡し6人が行方不明となっている。 田辺市内では、熊野地区でも土石流が発生して、民家一棟が流され、二人が死亡、一人が行方不明となった。新宮市南日杖では土砂崩れで4人が死亡した。4日午前7時過ぎには、奈良県五条市の大東町で大規模な土砂災害が発生した。清水地区で高さ180メートル、幅250メートルにわたって土砂が崩落し、 増水した幅60メートルの天の川を乗り越えて、対岸の海地区にせり上がり、川から約50メートルの高さまで達した。紀伊半島で発生した大規模な土砂崩れについては、雨が地中部各まで浸透して、岩盤の深い部分から大きく崩れる、深層崩壊であると指摘されている。他にも紀伊半島では土砂崩れによる道路の通行止めが多数発生し、 世界遺産の熊野那智大社では、裏山が崩れ、本殿の一部が土砂で埋まる被害が発生した。9月3日、奈良県戸塚村の地理地区では、川が土砂でせき止められ、氾濫、村営住宅2棟が倒壊し2人が死亡、6人が行方不明となった。道村町田地区では、川の増水で家屋が流され、全壊、2人が死亡、1人が行方不明になった。 天川村では増水した川に住宅二棟が流され、一人が死亡した。五条市大東町ウでは増水した川に民家数軒が流されるなどして、八人が死亡、三人が行方不明となった。四日には上流にあたる十津川村などに降り注いだ雨が熊野川に流れ込み、下流の和歌山県新宮市、三重県紀宝町などで氾濫した。 新宮市熊野川町東地区では、熊野川の増水により3人が死亡、熊野川行政局の庁舎3階近くまで浸水した。気宝町浅利地区では広範囲にわたって水没し、1人が行方不明となった。しかし、これらの被災地に向かう道路が、土砂災害や浸水などにより寸断された影響で、孤立した集落が多数確認された。 とつか村は一時全村孤立した状態となった。那智川でも河川の氾濫が発生し、那智勝浦町、遺跡、市の野地区では川沿いにある集落の家が押し流され、多数の犠牲者が発生した。また、山体崩壊により、河川上で津波の特性を持つ断波が発生した。岡山市では、笹ヶ瀬川や足森川で水上昇により氾濫したため、 市内全域の人口の3分の1にあたる238,595人に避難勧告、指示が出た。さらに、姫路市でも市川が避難判断推移を超えたため99,732人に避難勧告を発令した。9月2日、和歌山県白浜町では、富田川、引川が、道県新宮市では、熊野川が氾濫し、 付近の住民に避難指示が出されたほか、徳島県三好市や高知県秋市、奈良県吉野町などでも避難指示が出された。9月3日には、岡山県玉野市で高潮の恐れがあるとして、すべての住民に避難勧告が出た。日本列島に接近する前から、太平洋岸を中心に高波による被害をもたらした。8月27日には、高知市で一人が行方不明となり、 愛媛県宇和島市で一人が死亡。千葉県南房総市でもレジャー中の三人が死亡した。29日には、茨城県鉾田市で一人が行方不明となったほか、静岡県下田市では、海水浴客十数人が離岸流によって一重置きに流され、一人が死亡した。8月30日には、神奈川県小田原市で男性一人が流され行方不明となり、 静岡県下田市の白浜大浜海水浴場でも、前日に続いて4人が沖に流されたが救助された。9月2日には、鹿児島県種子島で1人が行方不明となった。国土交通省近畿地方整備局によると、土砂崩れによって発生した赤戸めっこが、奈良県、和歌山県の両県で17カ所確認された。規模が大きく決壊の可能性があるなど国土、交通省が警戒する。 関戸湖は、和歌山県田辺市熊野、奈良県五条市大東町赤谷、道県野瀬川村、北又、道県戸塚川村栗平、道村町田で発生した5カ所である。9月8日には、台風14号による南からの湿った風によって、大気が不安定となったことで、紀伊半島では再び大雨となり、決壊の恐れが高まった。和歌山県田辺市は19世帯に避難を指示し、 奈良県戸塚川村と補助市も計4地区、計199世帯に避難指示を出すなど、限界体制が続いた。また、関戸目湖には、ダムの水位を計測できる部位をヘリから投入し、下流には土石流が発生した場合に検知できるセンサーが設置された。さらに16日からは、台風15号によって大気が不安定となり、奈良県、 和歌山県において、決壊の恐れが高まり、土砂ダムの周辺の西に村は同日午後、決壊の危険性が一層高まったとして、K8 地区を災害対策基本法に基づく、警戒区域に設定した。警戒区域に設定されたのは、和歌山県田辺市の熊野地区、奈良県五條市の大東町、宇井、清水、赤谷地区、同県野瀬川村の北子地区、同県戸津川村の長戸の、 うぐは上野地,地区の内国道168号の川沿い部分の計152世帯297人である。警戒態勢が続く中、21日午前10時ごろ、台風15号の影響で、田辺市熊野地区、野瀬川村赤谷地区の石戸目湖で、小清水が始まったが、その後も大規模な決壊や土石流の発生は確認されなかった。そのため、 田辺市熊野地区では25日、避難区域の住民の一時帰宅が実施された。27日午後には、田辺市熊野で5箇所の関戸目湖では、初となる排水作業が始まった。ポンプで水位を下げた後排水路の整備工事に取り掛かり、年内の完成を目指す。10月9日には、戸塚川村栗平と長殿の関戸目湖でも仮排水路の建設工事が着手され、 5箇所の石戸湖すべてで排水作業が開始された。警戒区域の指定は仮排水路の完成まで続けられ、引き続き石戸湖への警戒が行われた。2012年2月8日には、五条市大東町赤谷と戸塚川村長田の石戸湖、下流域における警戒区域の指定が解除され、台風12号におけるすべての警戒区域が解除された。道路高波の影響により、 青少バイパス及び、東名高速道路の下り線が、大雨の影響により、関越自動車道や上信越自動車道、北関東自動車道及び、中央自動車道の一部が、通行止めとなった。国道168号、国道425号などの一般国道や、紀伊半島各地の県道、市町村道などの道路も、洪水、土砂崩れなどの影響で寸断され、 長期間にわたり、迂回や通行止めを余儀なくされている。また前述の熊野川の氾濫により道の駅泥橋街道熊野川の施設が流出し、利用できなくなっている。航空9月2日には127便が欠航した。翌日3日も400便以上が欠航した。鉄道 JR 紀伊半島の海岸線を走る紀勢本線では各地で甚大な被害が発生した。 JR 東海の管轄する区間では、熊野市駅構内の橋梁が破損し、滝駅新宮駅間が運休となったが、10月11日までに復旧している。JR 西日本が管轄する区間では、那智川の増水で、那智駅紀伊天ン駅間にかかる橋梁が流出するなどし、新宮駅、湯浅駅間が部分運休となった。その後、9月5日までに白浜駅、 湯浅駅間、9月17日に、串本駅白浜駅間、9月26日に、キー勝浦駅串本駅間がそれぞれ復旧し、橋梁の流出した新宮駅キー勝浦駅間が12月3日に開通したことにより全線復旧した。新宮駅キー勝浦駅間の普通により部分、運休していた名古屋駅、新大阪駅、京都駅発着の特急列車もこの、 橋梁復旧により全線運行を再開している。また、JR 西日本は9月2日発着の、新大特急、サンライズ、出雲号を上り降りともに運休した。私鉄内海電鉄高野線では、橋本駅、木石水駅間の木の川に架か,かる、木の川橋梁に、歪みが見つかり、9月5日から10月3日まで、橋本駅、木石水駅間を運休し、バス連絡輸送を行った。 部分運休中、木石水駅、極楽橋駅間は、この区間に取り残されている車両を利用して、運行を行った。また、三儀鉄道では、ほぼ駅北勢中央公園口駅間の朝、秋川橋梁が損傷したことにより、ほぼ駅梅と井駅間で長期にわたって、バスによる代行輸送が続いていた。バス近鉄山と八木駅と JR 新宮駅を結ぶ、 高速道路を走らない路線バスとしては、日本一の走行距離と走行時間を誇る、奈良交通や木新宮線の崩落などで一部区間が運転できない状態となっていたが、折、縦橋の仮復旧や五条市大東町戸塚は、村長連間の通行規制が緩和されたことなどにより、11月1日に全線運行を再開した。ただし、迂回運行区間が残っているため、 現在でも一部の停留所は通貨扱いとなっている。9月3日の強風で屋根が剥がれた日本外資アリーナ、名古屋市南区の日本外資アリーナで強風により、ステンレス製の屋根が幅20メートル、長さ50メートルにわたって剥がれたため営業を中止。三重県では、気宝調律愛野屋小学校、気宝調律西川小学校、三浜調律あたわ小学校、 熊野市立アスカ小学校など11の小中高校で浸水被害を受けた。特に三重県立機南高等学校では近くを流れる卸川が氾濫し1階部分が2メートル冠水、床一面が泥に覆われ、黒板や教科書など教具が流されてしまい、パーソナルコンピュータ70台が廃棄処分となった。台風の接近に伴い、第9回トリプル a アジア野球選手権、 大会決勝ラウンドの試合を繰り上げることとなった。最終日についても上位チームの順位決定を優先する措置が取られ優勝決定戦、3位決定戦の時間が早められた。富士山系クラシックは大雨の影響で初日が中止となった。9月3日に鈴鹿サーキットで開催される予定だったホーミュラ日本第5戦が中止となった。9月2日、甲子園球場と 松田スタジアムで予定されていた2試合が、翌3日は、甲子園球場の1試合が、台風の影響で中止となった。なお、京セラドーム大阪の試合は、通常通り開催された。9月3日に開催された第91回天皇杯、全日本サッカー選手権、大会1回戦の鈴鹿市、鳥取市、福山市、鳴門市で予定されていた試合が順延された。 9月3日に予定されていた第54回オールスター経理に4日目が中止、順延となった。開催場の中で9月2日は、津、住之江、鳴門が全レース中止。またガマゴリは7レース以降、常鍋は10レース以降のレースを中止。9月3日は、ガマゴーリ、津、三国、住之江、鳴門、丸亀、宮島、福岡が全レースを中止。 9月1日に埼玉県川口市で行われる予定だった首都圏九都県市の合同防災訓練は大雨の影響により中止となった。神奈川県松田町では9月4日に計画していた総合防災訓練が1980年の開始以来初めて中止となった。ありがとうございます。